お、来たんだ。来た来た来た、いきなり。いきなり来たぜ。はい、皆さん、こんにちは。こんにちはじゃなくても、こんにちは。久しぶりにジーソニーやってまいりました。さあさあ、もうイカちゃん寝ないです。イカちゃん釣れるかな、イカちゃん、ということで頑張ります。塩がひどるもんね。お、来たんだ。来た来た来た、いきなり。いきなり来たぜ。いいね。ちょっとそんな大きくないけど。いいよ。幸先いいよ。ちっちゃい。ちっちゃい。痛いけど釣れました。よいしょ、ありがとう。釣れたの？え？え？釣れとるやん。なんだそれ。おいおい。そして足一本。じゃ、釣れとるがな。足一本、ありがとう。
来た。うほい。よそ見したら来たぜ。そんな大きくないけれど、来たでござんす。なんだよ。ハルイカはどこ行ったのかい？ハルよ、どこ行った？あー、もうどこ行った？はい。ハルイカさんはどこ行ったんでしょうね。よし、回ろう。はあ、終わりまーす。つれんやったわけじゃないんで、いいです。あと、亀の手をおつまみ分申し訳ない程度ですけど、申し訳ない程度。はい、帰ってきました。っていうか帰ってきて1日経ちました。で、お土産さん、ちょっと磯場に来たんで、そのお土産さんのこれ何ですか？見せて。亀の手さんです。言いたかった。虫がついてるのでよく洗います。はい、なんか落ちた。これでお味噌汁作ります。味噌汁、うん、はい、これでお味噌汁2人前ぐらいあるんじゃね。はい、とりあえずこれ、それとこれ。イカさん、ちょっと小さいんだけど、申し訳ないんだけど、ちょっとどうしても作りたい料理があったので持って帰ってきました。ちっせーちっせーちっせーわーね。これ、この中身を抜きます。よいしょ。あら、しーちゃん、これ食って。この中の船と一緒に中身を取ると案外取れるけど、取れなかったね、これ。この船と一緒に内臓を抜く。内臓を船と一緒に抜く。あれ、抜けんわ。使うのはこの胴体と、炭。はい、これ炭袋、取って。この炭袋。炭袋。うん。よく見えますよ。炭袋をね。炭袋、炭太郎を使います。これ3つ、3杯分。この肝を使う。肝と軟骨も使おうかね。
骨、紐、軟骨、3倍分で、イカ、これね、輪切りにします。輪切りは輪切り、皮つけたまま、耳つけたまま。よしよし、イカたっぷり。よし、それでイカの下準備は終わり。これとこれとこれ、炭、肝、身ね、使うのは以上。玉ねぎ切ろう。涙が出てくるわ。あー、涙が出ちゃう。そう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 。そしてトマトをさっと茹でます。切れ込み隊長を入れて、切れ込み隊長を入れて、いやー、切れ込み隊長入れすぎたわ。さっと湯にくぐらかす。ペラリン、ペラリン、あんたはなんか変なやつにしてるやろ。よし、なんか大きめのニンニクのあったけん、これも入れます。よし、これを圧力鍋で煮ていきます。
よし、味噌汁作ろう。こんなもんだな。はい、亀の手の味噌汁できました。はい、カレーができるまでのしばしの休憩、亀の手の味噌汁で癒されます。いただきます。うん、癒される。よし、イカを炒めよう。イカで買ってきたエビちゃん、インドネシア産のエビちゃん、それと肝ね、これを炒める。オリーブオイル、これだけ食ったがうまそうな感じがするけど、どんまい。よし、よし。ちょっと水入れすぎたかな。大丈夫っけ。入れます。さあ、子供たちも動いてた。よし、よし、じゃん、絞るべし。絞る、絞り出す。手が汚れるんだが、どういうことだこれ。よし、2袋目。ぐしゅー、ぐしゅーだー。そして最後、高森、最後高森、面白くない守る。言ってることが面白くないぞ。お父さん、高森って何。サゴドンシャ、シャゴドンシャ、サクドン、サゴドン、サゴドン。よし、ちょっと手がこんなになった。こんな感じ、混ぜます。いやはい、真っ黒系。
さあ、あと少し寝かせます。でけた、でけた、上手にでけた。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。たいしくん、こんにちは。こんにちは。よし、おんちそこにでっかいだ。よし、今日お父ちゃん釣ってきたイカでシーフードカレー作りました。シーフードって何？シーフードっていうのはシーフードだよ。シーフードっていうのは海の食い物ってこと。海で取れた食い物、魚、貝、それと、はい、イカ。そうです、イカです。エビもです。で、今回はあのね、お父ちゃん釣ってきた水イカをふんだんに入れてるんだけど、それとちょっとエビも、エビを入れてみました。エビとイカ、エビとイカで、玉ねぎはね、いっぱい入れてるけん。あんたちのカレーは甘口カレーだい、うん、もっと甘くなってるはずよ。で、このカレー入れたら、お父ちゃんたちの中辛だから、あのね、甘くて辛い、辛いのがね、ちょっとね、クローズアップされる。クローズアップってなんだ。一ついいですか。なんですか。この黒いのって炭。そうです。あなたたちの分には入れてないけど、大人のカレーにはこんなイカ炭入れた真っ黒漬けカレー。その分にあなたたちのは、ほら、普通の色カレーで、トッピングにトマト入れてます。それでは食べてみましょう。せーの、いただきます。プリプリいただきますよ、おばちゃん。おばちゃん、じゃあどうぞ。大使から。私食べたい。はい、食べたい。一緒にいいよ、美味しいから。多分いただきます。いただきます。マシバツだったらおかしいね。ほら、イカ、でっかいイカ入ってるやろ。おいしいね。よしよし、じゃあどんどん食べてください。はい、お父ちゃんも食べて。はい、じゃあお父ちゃんも食べてみます。いただきます。ほら、こんなでっけえイカが。釣ったイカはちっちゃいんだけどね。でもほら、こんな感じで、こんな感じでイカがボロボロっと入っとるやつ。っていうか、さっきオーダーエビ食べたよ。一個、私一個。はい。イカ美味しいね。イカ炭カレーの味は。イカ炭カレーは。イカ炭。わからん。味は全然わからん。でも美味しい。美味しいな。今回さ、ほら、人参とじゃがいも入れてないんだけど、それはそれであっさりして美味しいだろ。お肉も入ってないからね。お肉ゼロ。でも美味しいやろ。エビとイカだけだよ、具は。で、玉ねぎいっぱい入れて。おなか。おなら振ったうんこんずいよ。あー、カレー食いながら言う言葉じゃねえな知ってる、違う、知ってる。おいしそう。なに、これ、これ、これだろ。上、下。いや、それはスプーンです。下、違う、違うの、うん、とか言うやつやろ。よしよし、まあね、市販のルーを使うから絶対まずくなることはないと思ったんだけど、やっぱりイカのあのボロボロ感がいいよね。よし、そしたらごちそうさましようか、大志くん。うん、いいや。ところで大志くんはイカ嫌いじゃなかったっけ。うん、
食べた。美味しかった。美味しかった。よし、よかった。カレー。美味しいけどさ。じゃあ座って。はい、ごちそうさまするよ。行くぞ。せーの、プニプニプニ。ごちそうさまでした。プンプン。プニ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 。はい、チーコリア。やったよ、グマグマグマ。バイバーイ。バイバーイ。